のアップですね。まあ、このバトルは先ほどクラウド、バレットがパーティーでしたけど、クラウド、エアリス、ティファの3人パーティーで戦うことになります。いや、迫力増しすぎてませんか。はい、でまずね、ティファのプレイヤー攻撃を、します。まあ、ティファはですね、あの四角ボタンで戦う、三角ボタンで強打だから強弱の攻撃を、まあ、格闘ゲームのようなね、結構ボタン浅いんですけど、四角と三角で強弱の攻撃を繰り返します。アクション性に合ってますね。そうですね、はい、でティファ、エアリスですね、次はですね、エアリスは、通常の攻撃が遠距離攻撃になりますので、まあ、このように、離れた距離から倒すことができます。でエアリスの、アビリティがですね、はい、非常に特殊でして、今から使いますね、聖なる魔法陣っていうのがアビリティであります。はい、これを使用しますと地面に魔法陣が発生して、まあ、それが場に残ります。でこの場に残った状態で、例えば他のキャラクターが、クラウドがその魔法陣に入った状態で、あ、ティファですね、ティファが魔法陣に入った状態でサンダーを例えば打つと、サンダーが連続攻撃になる、連続魔法になる。本当だ、はい、1回じゃなく2回に。そうですね、なのでエアリスの魔法陣がこう、まあ、サポートアビリティとなるって感じですね。はい、はい、そしてですね、召喚というのは今右にサモン召喚メーターが出てるんですけども、はいはいはい、まあ、非常に、ね、強敵、強い敵、あ、ごめんなさい、その前にですね、はい、あ、今ちょうどアプスがですね、はい、バースト状態になってますので、たくさんダメージを、これはもう一番楽しい時ですよね。そうですね、この間にとにかく打てこてくれと。で、強敵のバトル、あのボスバトルもそうですけど、はい、強いモンスターが出ているようなバトルのシチュエーションでは、各キャラクターの武器に召喚マテリアっていうのを設定してるんですけども、はい、召喚マテリアが共鳴し始めます。ほう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 、召喚マテリアが共鳴すると画面右にこうやって、サモンゲージっていうのが出てきますので、はい、そのゲージがいっぱいになると、召喚獣を呼び出すことができます。本当だ、今イフリートを呼び出します。はい、まあ、イフリートがですね、呼び出したらですね、これどうなるかというと、そのバトルフィールドにそのまま残ります。へ、残って、まあ、あのクラウドたちと一緒に戦ってくれます。はい、一緒に戦う。そうですね、共闘状態になりますので、はい、まあ、ただ入れる時間というのは限られていますので、はい、やはりさっきの画面右側にある召喚メーターがどん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 短くなってくるんですけど、その時間の間であるならば、あの、この紫のゲージですよね。そうですね、場に残って、戦い続けます。ちょうど今画面が言いますけど、あ、来た。そうですね、このようにで、召喚獣もアビリティを持ってますので、はい、アビリティを使うにはですね、プレイヤーの、まあ、ATB ゲージが溜まったら、プレイヤーの ATB ゲージを消費する形で、イフリートも今ちょうどこうですね、イフリートがアビリティを実行しています。これはフレアバーストというアビリティですね。すごい。はい、今エアリスのリミット技を使って、あ、ティファのリミット技を使って、エクラウドの技ですね。ああ、もう。でですね、はい、今イフリートのゲージが短くなってると思うんですけど、あ、本当だ。これが、なくなると帰ってきます。帰っていく際に強力なアビリティを発動して戻っていきます。へえ。地獄の火炎ですね。
でアプスを倒すことができました。